はい、銀貨ベゼルね、ゲットしましたね。スキルの非転書 G もゲット。まあ3はね、こんぐらいでいけましたね。これだと4もなんか全部集まりそうな予感しますね。はい、第4のね、鍵。やっぱ午前中の方がいいのかな。揃いました。ダンドリーで落ちたね。横取りなしでいけましたと。カッパちゃんゲット、これはありがたいな。はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、今回はね、横取りイベントね、無課金攻略でやってますんで、またね、それの進捗的紹介ですかね、無課金攻略のやり方的なちょっとお話をしていきたいと思います。一応ね、もうなんか今4日目かな、4日目なんですけど、3日目で第4がね、なんと超ラッキーで揃ってしまいまして、この最後の1個もね、横取りなしでドロップして、一応今んとこね、横取りなしで攻略はしてあるんですけど、うん、これね、横取りまだなしだね。はい、なんでまだこのね、ミッションの3つは受け取ってないんですが、一応ね、第8の宝箱までの無課金攻略は一度前回ね、やってまして、で去年もね、7までの時に、クリスマスの時にね、一度無課金で横取りイベント、横取り全部集まるのやったことあるんですが、まあね、一応8までなんで、前回と同じ感覚でお話しさせていただくと、一応ね、第5については昨日ね、はい、昨日アップした動画とほとんど全く変わらないっていうね、4個の状態が全然増えないっていうね、はい、そんな状況ですね。でこれはね、もう横取りイベントあるあるでして、今までの私がね、まあ、運が良すぎたっていうか、うん、まあちょっと周回に工夫、まあ根拠はないんだけど、周回に工夫してたからそうだったのかちょっとわかんないですけど、まあちょっとしたコツでやってたからかわかんないんですけどね、はい。で、これがね、大体普通になってきまして、まあなのでね、以前の動画でも話したスケジュール的なところがね、今後管理して、いつこの見切るのかっていうね、というところが、まあポイントになってくるのかなっていう感じですかね。でこの前の動画でも言ったんですけど、なんかあんまり落ちないお宝鍵、うん、っていうのは私の個人的意見だと、もうね、これね、これ昨日コンプした時なんですけど、まあ、朝9時半とかね、で第3コンプした時も朝6時13分とかね、なんかね、そう、んだ今日落ちねえなっつって言って、翌朝に、うん、じゃあちょっとちょろっとやるかって時に、なんかポコッと、あれ、なんか落ちてたなみたいな、なんかそういうパターンが本当に私多いんですよね、今までの横取りイベントで。なので、なんか今後はそんな感じで、まあね、私はたまたまかもしれないんですけど、なんかあんまり夜とかにね、うん、落ちた記憶があんまりないっちゃないんですよね。まあちょっと3もかなり運が良かったですね。はい、で4もまあまあ、他の人3で結構苦戦してる方いらっしゃると思うんですけど、うん、いや、私もそういう経験あるんで分かりますね。で一応必ずね、ポイントとしては毎回言ってますが、真ん中を王族にして、なるべくね、狙われないようにっていうのがポイントで、本当に少ないやつね、今思えばあれ1個しか落ちなかったんだっていうのをね、横取りされたことが今まで何回もあるので、なのでとにかく油断せず、まあ真ん中閻魔にしてもね、狙われるんですけど、うん、狙われるんですけど、まあ普通の種族よりはね、全然狙われにくいので、まあ真ん中閻魔した方がマシかなと思います。で一応ね、横取りチケットが9枚なので2枚ドロップしました。まあドロップっていうか、ワクワクボックスから一応このアカウント2枚、もう4日目なんですけど2枚来ましたね。なので一応今回はね、交換3枚、ログインボーナス2枚、ミッション6枚ゲットできて11枚ゲットできるの でワクワクボックスプラス2なんで、一応このアカウントは13枚が、ま、一応今んとこのメドの枚数になっているので、まあ、13枚使って残りのね、5の4個と6、7、8を突破せば、13枚なら
まあいけそうなんじゃねえのっていうところで、まあ丁寧にね、一応攻略していきたいなと思ってますね。で、一応ね、私の集会は、まあこれもね、正しいという根拠はないんですけど、一応結果は出てるってことで、一応ね、私は、なるべくまあね、ここが一番楽なんだよね。なるべく奥のステージの方がお宝はドロップしやすいんですけど、で、ここ1体なんでね、ここが一番ドロップし、1体だけなんで周回しやすいんですけど、まあ、なるべくね、いろんなとこ、私は周回するようにしてますかね。で、一応あとは、レア妖怪の経験源出るとこが42とか40とかなんで、で、しかもここはね、2体なんでね、はい。2体の方が倒しやすいし、なんか経験源来た時は Y ポイントがプラス3になるんで、そう、なんかね、29とかもともと3体いるとこで、経験源出てもね、Y ポイント13のままなんだよね。なので、ここやったり、あとね、ボスの28やったり、あとね、私、スイコンのとこでもね、周回したり、あとギャランドゥです。周回したりっていうのをなんかぐる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 やって、で3日目にね、ちょうど朝超アップ、今のジバニャンの水星ジバニャンの超アップで、なぜかね水星ジバニャンが出なくてミカがね出て、このダンドリー倒せる、簡単に倒せるようになったので、なんかねそれからね、このダンドリーでなんか落ちるようになりましたね。なので非常に段取りで周回できる人はちょっとね脳みそ若干使わなきゃいけないんですけど、まあ一応ねミニ超必殺が1回落ちたかな、はい、なんでちょっとマシなので、段取りの周回ももうあるかなっていうね、はい、そんな感じはいたしますね。まああんまり、まあでもちょっとね、あそこの4ステージ45に比べたらね、一手間かかるので、あれなんですけど、まああんまりね、ステージ45ばっかり、あ、これ経験値はまだなんですけど、必殺の秘伝書1回だけ来ましたね。うん、なんで。まあ、ミカ持ってる人はここがおすすめかな。うん。でね、ほんとにあとはね、ちょっと私日曜日やりすぎたんだよね。日曜日やりすぎ、なんかね、やりすぎると、なんか落ちない感じはあります。私前回は、前回もね、4まで、横取りなしで行って、5はね、5個目までドロップさせて、6、7はね、5個目ドロップしなかったんですよ。でね、結構ね、周回頑張ってた、まあ、あんま関係ないかもしれないけど、周回頑張ってたから、もう6、7はね、5個目が落ちなかったんで、もう私ね、ちょっとやりすぎ感あるので、今回も、もうなんか5個目、6個目落ちねえんじゃねえかなっていう風に、なんかそんな感じは、だから午前中落ちなかったらもうちょっとその日は無理かなっていうね、なんかそんな感じ、感覚でやったりしてます。で、もともとね、各お宝3日放送でやってたんですよね。で、第4は本当の予定だと6日で終わる予定だったんですけど、なぜか3日で終わってしまった。3日、ん、昨日だから4日目か。あ、違う、3日目で終わってしまいまして、うん。なので、本来だったら6日からね、第5をやって、6、7、8、第5をやって、8、9、10で6やって、10、10、12で7やって、8は12、13、14でやって、まあ最終日はね、横取り激化するので取られることもね多くなるので、まあちょっと控えようっていう、こんなローテーションでやろうと思ったんですけど、もうなんとね3日目で4が終わるという、ちょっと早く行ってしまったので、だからまあ4日ローテでいいかな。だから5が3456で、6が6789で、7が910112で、8が12、13、14。あ、4日間取れないね。はい。まあ、だけど、こんな、ローテで。まあ、ただね、もうね、8は諦めっかな。うん。でね、8はね、前回ね、あれだったんですよ。第8の宝箱、前回、滅竜で、これとほとんど一緒で、スキルと、神必殺じゃなくて、超必殺で、そうで、必殺 G、スキル、超必殺 G で、スキル、神必殺なかったの？スキル超必殺 G と、
あと滅竜コインだったんですよね。だからあんまりね8位か大したことなかったので、なのでまあ基本的にねイベントは7までやればいいので、そう ZZ ラベルコイン滅竜士だったんですよ前回。だから ZZ クラスのお宝だったんで、ちょっと今回も別に7までできればいいなっていう感じで、もうなんで一応今のねスケジュール感は作ったんですけど、もう5個目が落ちたらもう横取りやっちゃっていいのかなと個人的には思ってます。今ね一応13枚あるので、まあぶっちゃけ567をね444でやっても1枚余るんですけど、はい、まあ一応ねまだ期間があるのと、お前も言ったんですけど、あんまり早く進めるとね猛者たちが待ってて横取りされてしまうので、まあ個人的にはね、はい、まあ私無課金攻略なんでね、そんなに急がずやろうかなと思っております。はい、ということで皆さんね、なかなか人によってはねまだ3頑張ってるとかね、そういう人もいると思うんですが、まあちょっとね今回はちょっとあれですけど、次回からねなんか最初の方をやりすぎ注意してやったりすると、意外にね今回やっぱりちょっとやりすぎと同じ箇所、いや合ってるか分かんないよ、分かんないけど一応結果は出たので、だからまあこれもあながち悪くはないなっていうね、はい、そんな感じなんですけど、一応ね第5のお宝は、うん、まあさっき言った日程まで待って、で横取りがね来たら、今回みんな何で周回してるか分かんないので、なので必ずね横取りチャンスタイム来たら横取りしてやるっていう形でやるのがいいのかなと思っておりますね。はい、だから必ずチャンスタイム、もう相手分かんないからね、まあ、横取り妖怪も、うん、今回特攻も少ないので、はい、なのでそんな感じで安全に無課金攻略、まあ7までは楽勝にいけそうなんでね、2枚増えたんでね、はい、そんな感じでやっていこうと思っております。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。皆さんどんな感じですかね、なんか進捗がないとちょっと萎えちゃうよね、私もそうなんですけど、まあでものんびりまだ日程あるんでね、はい、やっていきましょう。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう、さよなら。これ多分99いくな。